どうもメンディーです。2016年度初のムーブオン、今回は、私が東京の中でも一番好きな街六本木周辺を散策しながら、最後はこの街の素敵な絶景を皆様にお届けしたいと思います。いやあ、しょっぱなからお酒なんぞいただいてしまいますが、毎年春、この3月から4月にかけての約1月間ね、この六本木の、ミッドタウンのふもとに、マルティーニのブロッサムラウンジっていうね、屋外のこういうちょっとしたバーができるんですけども、でそこでちょうど散り始めの桜を見ながらお酒を飲んじゃうのが毎年の楽しみなんです。あんまり教えたくなかった、みんな真似しないで早速いただきます。幸せ。いやー、ほんとね、東京っていう街でこういう、実は今日ウィークデーなんですけども、この真っ昼間からお酒なんぞ飲みながら、いやー幸せで、本当にね一番好きな街なんですよ。で、あの六本木の中心っていうよりも、その飯倉の交差点の方を通過して東京タワーの方に向かっていくのが、私がすごく好きなルートで、その辺りが一番好きなんですけど、今日はねもう大奮発しちゃって、そのルートを皆様にお届けするつもりでいますので、そのまま乞うご期待。あ、そうだ、このねミッドタウン内にね、ちょっと風情ある、古き良き日本を感じられるんだけれども、景色は近未来的っていう面白い場所をちょっとこれから皆さんお連れしたいと思います。もうちょっと飲ましてね。あー、ちょっと肌寒いからすぐお酒が抜けそうな。あー、桜が綺麗。いつも思うけど、このミッドタウンのデザインがさ、こう木目のような感じな素材も使ってるから、すごいなんかこうデザインがエコな感じがするのね。素敵。ここなんですね。なんかここ近年エコっていう言葉がすごく広がって、でそれはねこう、一つの庭園とか公園にしても、そこに人が来てリラックスできたりとか、落ち着けるような場所、もちろんその一人で来ても家族で来ても恋人と来てもそうだけど、そういった意味でね、そういういい時代になったなって思うのね、来てホッとできる場所を人の手で人工的とはいえ作るような時代になったっていうのは、うまいことその自然と共存していくっていう気持ちの表れみたいなのは、ここ近年のそういう建築物のデザインとか、こういう空間デザインにすごい感じることがあります。で、すごく素敵なのがね、こっち、
この人工の庭園のこの川の池の向こうにはミッドタウンがそびえ立ってるっていう、100年前じゃ考えられないよねこの景色は。こういう時に本当にこの時代に生まれてきてよかったんだなって思える。そう、ここをね、飯倉の交差点の付近になってくるともう東京タワーの見えてくるの、こっちに。で、ワクワクしてくるのね。さっきのそのミッドタウン近辺とこの辺りが私が一番東京都内で好きな場所。それこそ都電がそこに走ってたんだからね。今では想像できないけど、飯倉片町のね交差点付近に来ましたが、もう年季入っててさ、あそこの石の作りとかすっごい好きですね。上はだから首都高ってことか。そうだっけ、首都高だね。渡りましょうか。今ね、もう院長さん、ロシア人の院長さんがやってた病院があって、それがそこなんだけど、そのインターナショナルクリニックって書いてある場所なんだけどね、2年前かな、約2年前にお亡くなりになっちゃったからもうそこをクローズしちゃったんだけど、建物自体はもう100年超えてるの。すごい老館でね。で、六本木ってやっぱりそのある時から海外の方がたくさん集まるような場所になっていって、で、そういうお金がない方、こっちに来て最初大変でお金がない方とかも診療していらっしゃったんですって。で、本当にこの町のある種のサロンみたいなところ、もちろんその外国人って言ったっていろんな国籍の人たちが集まるわけだから、一概にどこの国の人たちが集まる場所っていうことではなくて、本当にいろんな国の人たちが集まるようなクリニックだったみたいな。今じゃ本当に人気がないね、もう本当に誰も住んでいらっしゃらないんだろうけど、実はそういうね、こういうもうさびれてしまった廊下にも歴史があるっていうこと、だから私もまだまだ見落としたりしてるんだろうなってそういう時思うんですよ。こう街中で歩いていて本当にひなびたような屋敷があって、もうそこにはそういうなんかドラマが、あるのかもしれないって、すごくここを見るたびに思います。で、東京タワーの全貌がね見えてきたと同時に、向かってこの右側に見えるのがキャンティっていうイタリアンレストラン。芸能の仕事や音楽の仕事を、長いことやってる人からしたら、言わずと知れたお店ではあるんですけど、私世代だと、少ないかもしれないけど知ってる方は、1960年に、オープンしたイタリアンレストラン。で、
その当時イタリアンレストランというものがまだ日本にはなくて、ここが初めてできた本格的なイタリアンと言われている店なんだけど、その今までにない空間を求めて当時のその著名人とかが集まるわけですよ。まあ政界の人で芸能関係の人で海外からのまあスターも本当にいろんな人たちが交わり合って、本当こう文化サロンって言われてたようなところで、で普段普通の生活の中では聞けないようなまあ会話だったりとか、将来そういうまあ芸能の仕事を、音楽の仕事、映画の仕事とか、そういうのを志していた若者たちがこっそり集まって夜中に、で某女優さんなんかはエスプレッソ一杯で、粘りながらある大物の話を耳をダンボにして聞いてたなんていうね、エピソードも残ってます。そういう話に私もやっぱ憧れて、高校の時に初めてここに足を踏み入れたのがこのキャンティとの出会いでした。未だに緊張する場所、私が今どういう位置にいるのかっていうことを改めて考えさせられる場所で、このキャンティの角をね曲がっていくとまた穴場のスポットがあります。それにしてもこのキャンティの建物もね、1960年の開店当初そのままなので、年季入ってるというか、まあ歴史を感じますね。もちろんそのデザインからもそうだし、中に入ると天井、低めの天井とこのランプシェードのね、こういうもわれがかった空気感が何とも言えない。見えた。この真正面に見えるのがワローフラットの4号館という建物です。なぜわざわざねアパートを紹介するかというと、ここは、昭和11年1936年に建てられた木造の、洋風造りの、当時としては本当に珍しかったアパートなんですけれども、1936年ということはまだその第二次世界大戦で本当に町中ごった返す前の、そういう時代ですよね。でその時すでに水洗の洋式トイレだったりとか都市ガスを使っていたという、まだねその時代だと日本だと和式トイレで、しかも水洗じゃないですから、どれだけ最先端だったかということが分かります。で基本的な家具も備え付け、まあ、例えばベッドだったり、まあ、クローゼットだったりとか、もちろんキッチンも、小さなキッチンもありまして、で主に当時の、まあ、著名人というか、まあ、作家さんだったりとか芸能の仕事をされている方なんかがここに集っていたという。なのでその戦火をくぐり抜けて現代に今なお息づいている建物というか、やっぱりまあいずれはね物体だからなくなってしまうにしても、そういう戦争を体験した人たちとか、そういう戦前に生きていた人たちがいなくなってしまっても、こういう建物が残っているとなんか無意識のうちに考えさせられるんじゃないかなって思って、ずっと残しておいてほしい建物の一つです。ここが東京タワー通りというアベニューで、でもうここもほら教会がね、聖アンデレ教会、
で、ここがね、こっちの教会がすっごいよね。オルバン教会、聖オルバン教会とこっちの聖アンデレ教会が、なかなかさ、教会がこう横並びに立ってるっていうことも珍しいと思うんですが、面白い光景です。で、来ました、東京タワー。なんていうか、いまだに夢があるよね、東京タワーって。東京タワーっていうくらいだから、やっぱ東京っていう街のシンボルのイメージ。登ってみましょう。五十公尺的大展会场，然后再去走楼梯。あ、二枚で。二枚で、はい。どちらまでご来場？坐上去。所以我们这个票是大展会台也可以，也可以逗留就对。英語で最初説明されちゃった。ただチケットを切りします。はい。左のエレベーター。下からご案内します。どうぞ、忘れなくてお待ちください。はい。いらっしゃいませ。でもやっぱ綺麗になってんね。こんなに改装されてるとは思っていませんでした。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんばんは。いらっしゃいませ。Welcome to Tokyo Tower。皆様、東京タワーへようこそ。これより UFO をイメージしたエレベーターで大展望台の2階へとご案内いたします。展望台では東京の景色を360度ご覧いただけるほか、タワーダイジング、オフィシャルショップなど見どころが満載です。 There's also a souvenir shop on this floor. Have a good time. お待たせいたしました。 150m 大展望台2階に到着でございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。最上階は反対側でご案内しております。わー、来た。今日の終着点ですかね。向こうにほらスカイツリーの頭が、下の方ちょっとビルに隠れちゃってるけど見えますね。いや、なんか感慨深いものがあるっていうか、多分今スカイツリーの方展望台からもこっち東京タワーの方見てる人たちいると思うんだけど、東京タワーから見える景色っていうのもな、今こうパッと見て随分変わったなって思いましたね。紹介しようと思ってた景色じゃないのも、この20年くらいの時間の移り変わりっていうのすごいな。いや、私たちが今日歩いてきた道もね、ここから見えます。向こう六本木の方に通じてる道ですね。なんかこういう風にいざ目的地にたどり着いてみると、あ、こんなに歩いてたんだって今日は思うんだけど、でもね、その日の気分によって、あ、こんなに近かったんだって思う時もあるし、だから不思議です。
だから今日は割と歩いている間にいろんなことに夢中になってたから、あっという間にここにたどり着いたっていうような意識ですね。2016年初のムーブオン、この番組を始めて丸1年経ちましたけれども、この番組のその終着地点というのが一体どこなのかは今は全く考えずにいろんなところを歩き回っていますが、この場所から東京タワーの展望台から東京の街を一望して、次は皆さんとこの画面を通してどこを旅しようかなんてことをずっと想像していました。新しい年度が始まりましたけれども、この1年を通して皆さんも素敵な旅ができますようにと祈りつつ、今日はここ東京タワーでムーブオンを締めたいと思います。さあ次はどこ行こうか。窓からは青い星。